シャローシラジオサニーデーフライデー、シャローシラジオサニーデーフライデー、田村陽太です。この番組は社会保険労務士として活動する田村が、普段の侍業という固いイメージから外れ、さまざまな分野で活躍する方やその道の専門家、スペシャリストと語るトーク番組です。本日はこのコーナーです。世界の駐在員から。このコーナーは日本を飛び出して世界各国で働く方に現地レポーターとして出演いただき、海外での生活やホットな話題、耳寄りな情報、はたまた海外で働く上でのアドバイスをお聞きし、海外での働き方や暮らし方のリアルについて知っていただくコーナーです。本日は第2回目です。素敵なゲストをお呼びしております。ヨルダンにお住まいの勝くんです。勝くん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。勝くんはですね、今現在国際協力活動でヨルダンに駐在していらっしゃいますね。ヨルダンです。はい、はい、今回はサニーデーフライデーに来ていただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。勝くん、楽しみにして。本当ですか、楽しみにしてもらってますか。カツくんはですね、僕との出会いは、僕が大学時代ですかね。大学生の時に、そうですね。多大の、まあ、カツくんの大学が、学部があれだよね、国際観光学とかそっち系だよね。観光学部、観光学部交流文化学科です。そうだよね。僕がなんか大学でマレーシア語を勉強してて、なんかのイベント、なんか、なんだっけ、マレーシアのイベントだっけ。うちの教授が、シンガポールの確か華僑文学の研究をしてるんですよ。うんうん、で、マレーシアでも何か仕事をしたことがあったんじゃなかったかな。で、確かマレーシア関係の学会があったんですよね。ああ、はいはいはい。でその時に僕、その手伝いとして行って、その時にヨッタもいたんじゃなかったでしたっけ。ああ、そうだね。で、なんか、食事会みたいなのがあって、喋って仲良くなったみたいな感じだよね。そうマレーシア料理店。そうマレーちゃん、マレーちゃんに池袋。マレーちゃんに行ったよね。マレーシア関係ではあるってことですね。そうですね。はい。まあ、それがまあ、今思い返しても10年前ぐらいですね、約。そうなりますかね。あ、そうなりますね。で、勝くんはまあ、大学卒業されて、今はヨルダンに駐在されているということで、僕は。いや、人生何があるか分からない。非常に僕は頼もしくというかですね、羨ましく思ってます。で、はい。で、このサニーデーフライデー、結構若い方、20代、30代の方が聞いていらっしゃって、で、結構海外からも結構リスナーさん聞いてるんですよ。はい。で、まあ今これから、まあ日本の方で海外で駐在したいなって方とか、あとはその海外駐在員として、まあどんな感じで働いてるのかなってリアルを知りたい方多分絶対いらっしゃると思うんですよ。なるほど。しかも海外駐在でヨルダンに駐在してるっていう、まあ勝くん。もう何してるんだろうってすごい気になるんですよ。いやー、まあ普通ですよ。なので今日。ないですよ。今日はちょっと勝くんにですね、いろいろヨルダンの生活についてのリアルをですね、根掘り葉掘り聞きたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず1個目の質問なんですけど、はい、そもそもヨルダンってどういう国なんですか。ちょっとリスナーさんもちょっと知らない方は多分いらっしゃると思うんですけど、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。ヨルダン、正式名称ヨルダンハシミテ王国って言うんですけど、はい、まあ、王国っていうだけに王様がいるんですよね。はいはい。で、まあそもそもヨルダンどこかっていうとですね、はい、どうでしょうね、まあ、中東なんですけど、はい、エジプトの位置は分かる人たくさんいると思うんですよね。あ、そうですね、有名ですね。でサウジアラビアもなんとなく分かる人いるんじゃないですか。あ、大きいですかね。はい、でトルコも分かる人いると思うんですよ。はい、その間になんか、はい、シリアとかパレスチナとか、はい、あとヨルダン、はい、まあ、あとイスラエルもあって、はい、まあ、その辺のごちゃっとしたところにある国です。国々が集まってるところなんですね。
そうですね、そうですね、うん、今ちょっとあの指のこのエジプトとかトルコとかの上げ方、指の上げ方がもう現地人っぽかったね、なんか親指が出していくそう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 、現地人っぽいマジでなんかそうそう、まあそういうところにある国でして、はい、まあそうですね、割と砂漠の国っていうイメージがあると思います。ほうほうほう。で実際結構その通りで、国土の 80% は砂漠。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ほうほう。特に東の方が砂漠で、あのディズニーのアラジンって見ました、実写の。はいはいはい。あのなんかアラジンで砂漠のシーンってあるじゃないですか。はい。あれってヨルダンなんですよ、撮影場所が。あ、そうなんだ。そうそうそう、ワディラムっていう有名な砂漠の観光地で、あそこで撮られたっていう、まあそういうちょっとしたお話があるんですけど、まあそういう東の方が砂漠、うん、で西の方だとヨルダン川っていうのがあって、そこで灌漑農業だったりっていうの、まあ結構農業が盛んで、周辺国もにも輸出してるぐらい農業が盛んと。で、まああと、まあ、砂漠の国、中東イコール砂漠って思われて、それはまあ正しいとは思うんですけど、ヨルダンは実はその西の方ですので、はい、とか北の方で雪が降るんですよね、実は。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へぇ、まあ、ヨルダンに限らず、シリアとか、うん、はいはい、パレスチナも降る、パレスチナの東の方も雪降るんじゃないかな。あとレバノンか。レバノンも降る。ほうほうほう。夏とか冬ってどれぐらいの温度なんですか？夏は、まあ、36度とか、5、6度とか。ああ、思った以上に暑くないんだね。うん。気温は、そうですね。ただ、めちゃくちゃ乾燥してるんで、こう、日当たりに出るともう、じり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 。日陰に入ると、ひんやり感じで。ああ、うん。湿気がない分、気温自体は日本よりもちょっと高いんですけど、はいはい、気がない分実はこっちの方が過ごしやすいかもしれないですね、夏は。ああ、なるほど。冬はどれぐらいの寒さ？雪降るぐらいって言ったら結構寒いの？冬、雪降るぐらいの寒さですけど、まあ、やっぱり気温で言うと日本と東京と同じぐらいかな、特に首都圏は。そうなんだ、はい、割と、うん、気温っていう観点だと近いですかね。ああ、なるほど、うん。あの勝くん今髪型がですね結構長い感じで、昔なんか結構ショートカットっていうか、あれだけ本当になんか中東の人っぽい長さなんですよ、髪の長さは。これが中東、いや中東、いや中東の人髪長くないですよ中東の人短いですね。まあたまに長い人もいるけど、はい、うん、むしろヨーロッパの旅行者とかがよくこんな感じの髪型してますわ。あ、してますね、うん、髪を結んでね。そう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 、それはなんか中東の影響なのかなと思って。いや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 、あの昔からやりたかった髪型ですもう2年近くいるんだよね、駐在してヨルダンに。そうですね、通算2年くらい、うん。あ、すごいな。じゃあどうぞ深掘りしていきますね、これからも。いや、お手柔らかにヨルダンのおすすめの観光スポット教えてください。あ、はいはい、はい、ヨルダン結構観光立国だと思うんですよ、はいはい、有名なというか面白い観光スポットがあって、うん、はいはい、有名どころで言うと南部のペトラ、ペトラってあのインディ・ジョーンズ の撮影に使われたような、うん、まあ、昔の遺跡なんですけど、はいはい、なんかね、岩にあの遺跡が掘ってあるんですよ。ほうほうほう。ナバタイ人っていう昔の人たちがそこで都市を作ってて、はい、そのペトラっていう土地で、都市、町、ペトラっていう町を作ってて、はいはいはい、土地なんですよね。おうおう。それがめちゃくちゃ広くって、全然一日じゃ回れない、すべてを回ろうと思ったら一日じゃ足りないっていうような遺跡そんなでかい遺跡があるんだ。めちゃくちゃでかいですとか、うん、あとさっきちょっと言いましたけど、さっきのディズニーのアラジンのあのロケ地になったマディナっていう砂漠、はいはい、あそこで何ですか、車、あの4WD、 そうそうそう、 4WD 乗って、はい、その砂漠をこう駆け巡ったり、はい、駆け巡るできるんですよ、みたいに。あ、そういうツアーがあるんだそう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 、そういうのができて、うん、テントに泊まって、
あの星空見上げながら夜を明かしたりとか、はいはい、結構こういいですよ。お、うん、何日ぐらいだったら回れますか、観光、ある程度主要な観光スポットはどれぐらいでありますか。ですね、まあ、1週間あればメジャーところは回れるかなと思って、ほうほうほう、最初、まあ、僕が提案するとしたら最初アンマン、首都のアンマンに行くんですけど、はい、まあ、アンマン自体も結構その、まあ、面白いんですよ。あの、はい、ダンカンとか回ったりとかして、はい、でその後南に行ってペトラ行って、はい、まあ朝、昼ペトラ着いて、はい、で昼前、午前早い時間にペトラに着いて、はい、で夕方ペトラを出て次にワディラム行って、うん、ワディラムで一泊して、うん、で午前中はその砂漠を楽しんで、うんうんうん、でその後さらに南部に行くと今度、なんだっけ、赤羽っていうダイビングスポットがあって、おうおう、ここを楽しんでもいいですし、おうおう、で赤羽楽しんだら今度は北上してって視界、おうおう、視界ね、はいはいはい、そう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 、あのプカプカ感でこうやって進行してくるやつ、浮いちゃうやつね、体がね。はい、ここまでで、うん、ちょっと赤羽はやめよう。うん、ペトラ、うん、ワディラム、視界で、これで今、うん、3日ぐらい経ってるから、うんうん、その後、パレスチナに行ってるんで、はいはいはい、エルサレムとか楽しんで、ぜひ、その、ヨルダンに来たら、そのパレスチナをぜひ、あの、訪れてほしい。ああ、ビザなしで行けるの？そうです。日本人は、あの、バス乗って、行けます。あ、ヨルダンから行くんだ、パレスチナって。そうです、そうです。へー、あのイスラエルから入るとちょっと面倒くさいらしくて、ビザの関係で。あー、なるほど。ただヨルダンからの陸路だとあの結構スムーズに入れます。おー、このリスナーさんももしヨルダンに行くことがあったら勝さんにアテンドしてもらったいですね。レンタカー会社を紹介します。あ、いるんですね、それ無現地旅行会社が。いるんです。なるほど。なんかやっぱり1週間あればね、その有名なところは楽しめる、うん、1週間あれば有名なところは楽しめるかなっていう気がします。あ、やっぱ遺跡と砂漠とダイビング、この辺が、あと星空、パレスチナね。あ、なんかイメージがついてきました、ありがとうございます。でもう一個、まあ、観光するんだったらやっぱショッピングとか、まあ、いろいろ楽しみたいじゃないですか。ヨルダンの街の紹介、なんかどんな感じの街なのかっていう国なのか。ショッピング街とかあるんですか。はい、ショッピングがありますよ。はい、あの首都アンマンはあの西に行くにつれて、ちょっとハイソになっていくんですよ。ハイソ。言わないか。ハイソサイティーな。ああ、もう上流階級になる。上流階級。ああ、まあそっちの方に行けばあの。うん、でっかいモールがあって、うん、その中にはザラとか、なんか宝石屋さんとか、なんか、うん、外国系のなんか、きらびやかなお店が入ってます。外資系のアパレルショップみたいなのが。みたいな。あ、そうです、そうです、そうです。外資系のアパレルショップ入ってます。スターバックスとかもあったりです。あ、そういう。楽しめるんだね、意外にそういうのもね。そうなんですよ。そういうところがあって、はいはい、でも観光客として行くんだったらそれよりも東の方の、はいはい、ダウンタウンの方かなと思ってて、おうおう、あの辺は結構ゴミゴミしてて、あの、うん、スークとか巡るのも楽しいかなと思って。おう、スークってあの市場っていう意味なんですけど、はいはいはい、あの 布市場とか果物市場とかってちょっと時とちょっと分かれてるんですよね。はい、そういうところを歩いてるだけでも結構なんか熱気に当てられて楽しいかなって思いますね。日本にはやっぱない感じなんです、その市場っていうのは。そうですね、ちょっと、うん、上野のアメ横が近いかもしれない。あ、イメージしやすい。あ、なるほどね。叩き売りみたいな。そう、あ、近そう。アメ横っぽいですわ。あのね、現地ってヨルダンとかってその、なんか物買うときとかって値段交渉とかするんですか？あ、値段交渉とかすると思います。あ、なんでこんな歯切れが悪いかというと、僕、値段交渉あんまし得意じゃなくて。あ、いいお客さんですね。割とそう、なんか、うん、割とさらっとやっちゃうんですけど、多分すると思いますよ。あ、うん、特にやっぱそういうスークとかではするんじゃないのかな。なるほど。日本のアメ横も感じさせるような街があるんですね。割と楽しいと思います。
オフィス街とかサラリーマンとか皆さんどこら辺で働いてるんですか、アンマンとかだと。ああ、オフィス街は西の方、はい、西というか、はい、まあ、そして西に分類される方なんですけど、ほうほう、そこでは高層ビルとかもあって、ほうほう、その高層ビルがあるエリアには、その銀行の本店があったりとか、あと、JICA さん、はい、国際協力、JICA? 国際協力、うん開発機構でしたっけ、はい、間違ってごめんなさい、はい、オフィスが入ってたりとかお世話になってる 会計士の事務所会計士さんの事務所が入ってたりとかあそうなんだ、うん、結構日本人っているのヨルダンに日本人いると思いますちょっと具体的に何人かって言われてちょっと分かんないんですけどお企業さんの企業の駐在員さんとかほうほうほううん、じゃあばったり会ってみたいな日本人っぽいなみたいなあばったり会うことはあんましないんですよおなんかそのちょっと僕ら住んでるところがちょっと、うん、離れてておうおうなんか西エリアの、はい、に西側に結構住んでる人が多いっぽいんですけど、はい、西エリアの東側に住んでるからちょっと日常生活で会うことはなくてはいはいダウンタウンの方にいるなそう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 。おうまあそうですね。ただまあなんか週に1回、うん、ランニングをしてるんですよ、日本人の。はいはい。そう。走らん会っていうんですけど、それでちょっと。走らん会走らん会。シャレやん。カツくんはヨルダンの人から見られて、日本人ってすぐ分かられます?いやー、ないです。何人と思われます?チャイナですよね。チャイナ。あ、なるほど。日本人って一発で当てられることないですか?ないですね。ない。ない。あ、じゃあ。チャイナ、うん、コリア。チャイナ8割、コリア2割ですか、ね。日本ないじゃん。そう割。あ、なに?じゃあ、ヨルダンの人にとっては、日本人ってあんま有名じゃないの?中国人とか韓国人の方が有名ってこと?いや、日本人という存在は知ってるんでしょうけど、それよりも圧倒的に中国人が多いんですよね。ああ、なるほど。あ、そうだって。アジア人イコールほぼ中国人みたいな感じがあると思うんですよ。うん、で、まあそもそも日本人と中国人と韓国人の見分けとかつかないですし、ずっとチャイナってなりますよね。ああ、なるほどね。ただ、日本人ってわかるとめっちゃトヨタとかホンダとかそういう話されます。言っとけばいいかなみたいな。車好きなんですよ。あ、彼ら。あ、そうだな。日本車走ってる。めちゃめちゃ走ってます。あ、そうなんだ。はい。車好きね、彼ら。うん、ああ、なるほど。そういう葛藤を抱えながら生活してるんですね。そうですね。葛藤なのかなって。了解です。ありがとうございます。ヨルダンのおすすめのお食事スポット、教えてください。食事、興味あります。食事、そうですね、旅行、観光客だったら、はい、やっぱりアンマンだったらダウンタウン?ダウンタウンに行けば、その、アラビックの料理もご飯も食べられますし、はいはい、で、アラビックのレストランのメニューが英語が書いてあったりとかするんで、おうおう、その辺が結構おすすめです。まずダウンタウンかなと思います、旅行者。ああ、なるほど。まあ、それ、うん、どうぞ。メニューの英語が、わかるから、見えるからといって、はい、その言葉が何の料理かわかるとは限らないんですけど。はい、どういうことですか、それは。例えば、シャワルマっていう、まあ、ファーストフードがあるんですよ。うん、シャワルマって言われてもわかんないじゃないですか。わかんないね。アラビア語でシャワルマって書いてあって、その横に英語でシャワルマって書いてあるんですよ。何意味ない、意味ない。意味ない。まあ、それでも、せめて英語がわかればググることとかできるから。ああ、なるほどね。まだ大丈夫。発音だけ教えてくれてる感じだね。そうそうそう、発音だけ。メニューに写真だったらもっと、うん、詳しいことも書いてある。ああ、写真とかも載ってないんだ、メニューに。写真なんか載ってないパターンが多い気がする。ああ、うん。そういえば言われてみれば写真載ってないですね。うん、それカツはどうやって頼んでんの、それを、料理。そんな分かんない状態で。地球の歩き方を横に置いて。ああ、そういうことあ、これね、これっつって、これ食いてんだっつって。でも本当に分かんないときは、うん、その、やっぱダウンタウンは今言ったように、そのやっぱ観光客が多いから、ちょっと、うん、まあ、分かるような
あの仕組みが仕組みというか親切さがあるんですけど、はい、それ以外のところだったら、うん、その辺のローカルのアラビックのお店とか行くと、うん、マジでアラビア語しか書いてないし、はい、それで Google 翻訳しても何が何だか分かんないから適当に、うん、これとこれとこれでみたいな。え、それアラビア文字見てこれだこれっつって、そうそう、アラビア文字見てこれだ。え、それはあの、え、それは 何勝何敗ぐらいですか、うまかったなって。うまいですか、現地は。うまいですよ、うまいですよ。うまいんだ。うまいですし、あの負けは基本ないですね。あ、そうなんだ。やっぱ美味しい、どれも。何系の料理ですか、アラビア料理で。ちょっとイメージがつかないんですけど、ヨルダン料理ってどんな料理なんですか。ヨルダンの有名な、そうですね、ヨルダン、アラビア料理で有名なところって言ったら、うん、まあ、マグルーバ。マグルーバ。マンサフというのが、まあ、まずマンサフって言われると思うんですよ。マンサフって何かというと、はい、まあ、ご飯の上に羊肉を乗っけて、その上にヨーグルトをぶっかけて食べる。え、マトン、それ、いや、なんていうの、羊は味付いてないの？ついてないパターンが多いかな。あー、グリルしただけ。あ、じゃあ、ヨーグルト味みたいな感じ？そう、ヨーグルトって言っても日本のあの甘いヨーグルトとは違って、なんか酸っぱかったりとかして、いろんなハーブが、まあ、はい、ハーブを入れたりとかもして、へー、不思議な感じです、ね。あ、そうなんだ。それは日本でいうどういう食事ですか？日本でいうカレーとか、日本でいうハヤシライスみたいな。現地でいう何なんですか？お祝いの時に食べる食事です、マンサフ。ああ、お赤飯？そうそうそう、お赤飯、お赤飯。ヨルダンのお赤飯。そうそうそう。お赤飯、そうそうそう。まあ、そんな感じで、そういう立ち位置ですね。立ち位置。なので、ね、そうそうそう。それが一番おいしい。うん、まあ、それがまあ、メジャーですかね。メジャーっていうか、あの、代名詞ですかね。あ、代名詞ね。指を2本こう曲げて。まあ、でも他にもたくさんありますよ。ヨルダンといったら、はい、あの、多分観光客の人だったら、はい、あの、マンサフって言うと、はい、あ、マンサフ食べたかったんだよみたいになるかもしれないですけど、長く住んでる人からすると、長く住んでると、うん、まあ、そのマンサフそんなしょっちゅう食うわけじゃないんで、はいはい、それよりも、なんか、シャワルマってさっき言いましたけど、うん、シャワルマっていうのは、うん、まあ、あの、ケバブ屋さんってあるじゃないですか、はい、ケバブ屋さん、はい、ケバブ屋さんありますね。はい、あの肉がこう、何、立ってて、それをこう、そぎ落としてるじゃないですか。うん、はいはいはい。あれなんですよ。あの、そぎ落としたお肉を、薄いパンにこう、はいはい、入れ、置いて、おで、さらに、ちょっとしたピクルスとか、はいはい。この辺のを入れて、で、巻いて、サンドイッチにして食べる。はい、ああ、はい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 。これがお手軽で、101.2JD、まあ、120、30、違うな、160円とか。あ、でも安いね。まあ、食べられるシャワルマサンドイッチとか、もっとこう手軽な、日本でいうおにぎり感覚になると、うん、なんか、パラフェルっていうのがあって。はい、パラフェル、はい。パラフェル。ひよこ豆の、はい、あの、コロッケ。おうおうおう。このくらいのちょっと、どのくらいの、ピンポン玉よりちょっと一回りちっちゃいぐらいのサイズなんですけど、うん、はいはい、それをこう潰して、うん、で、やっぱりパンに乗っけて巻いて、はい、まあ、食べると。ああ、美味しそう。はい、この辺がアラビックっていう感じがします、むしろ。おすすめなんですね。おすすめです、おすすめです。これ超メジャーなんで。いや、今、リスナーさんもね、ヨルダン行きたいっていう気持ちが高まったんじゃないでしょうか。本当ですか？了解です。ありがとうございます。じゃあ次、ヨルダンの日本人街とかはあるんですか？日本ブランドのお店とか、なんか日本食レストランとかあるんでしょうか？ああ、日本人街はない、はい。ないですね。あ、ないんだ。はい、ただ、日本食レストランはある。寿司屋とかあるみたいで。はいはい。まあ、ローカルスタッフに、僕、日本じゃない、ヨルダンに2年くらいいるけど、一回も寿司ってないんですよ。うん、すごいね。マジ？マジ？あれ食いたくなんないの？なります。あ、そう、意地で食わない。いや、ちょっとなんか、ちょっと足が重いな、腰が重いなってなっちゃって。ああ、そういうことね。それ言うと、ローカルスタッフにすごいびっくりされます。いや、そりゃそうでしょ。
住んでて日本人で寿司食わないのって、そこ行けば行けば食べられるよってすごい押してくるんですよね。ああ、機会があれば行こうとは思いますけど。なるほど、ね、じゃあもうまた駐在変える前ぐらいに。そうですね、うん。機会があれば。さっきのね、うん、ヨルダンのお赤飯と一緒にお祝いで。マンサフとマンサフと寿司絶対合わない。合わないんだ。日本のなんかブランドないですか？なんかダイソーとかわかんないけど、日本のなんかそういうお店ってあるんですか？ヨルダンに。いや、ないんじゃないかな。あ、ないんだ。あ、あった。アンクル大阪。アンクル大阪？え、何それ何それ。あれ、アンクル大阪ってありますね、クッキー屋さん。アンクル、アンクル大阪？アンクル大阪？アンクル大阪ってクッキーの。ステラおばさん？ステラおばさんか、ステラおばさんかな。いやで、アンクルだったらおじさんとおじさんだからね。何アンクル大阪の初めて聞いたんだけど、今調べてんだけど、何アンクル大阪って。アンクル大阪っていう、あの、クッキーだと思うんですけど。ステラおばさん、おばさん、アハントでしょ。アンクルじゃないでしょ。何それ。おかしいな。なんだそれ。何アンクル大阪って気になるんだけど。え、出てきます？インターネットアンクル大阪。アンクル大阪のたい焼き。あ、出てきた。あ、チーズケーキやアンクル大阪。あ、なんだこれ。そう、チーズケーキ、チーズケーキ。食べたわ。アンマンのジャパニーズチーズケーキ、アンクル大阪。大阪おじさん、オープン。何これ。それそれ。本当だ、大阪おじさん。これ何これ、まだあんの日本に。え、ちょっと待って。え、日本にも店あんのかなこれ、大阪おじさんって。いや、大阪おじさんっていうくらいですから、きっとあるんじゃないですか。だって調べるのは知らんけど、まあ、そのアンクル大阪がある。で、あ、リクロおじさん、リクロおじさんじゃないの？リクロおじさんっていうんですか？リクロおじさんかな。おう、ちょっと待ってね、僕全然わかんない。いや、ね、大阪にリクロおじさんっていうチーズケーキ屋はあるんだけど、ええ、そこがヨルダン支店を出してるかどうかは分かりません。この今ニュースで検索してるんですけど。なんだこれ。気になるわ。じゃあまあ、とりあえずあるんで。ぜひ検索してみてください。はい、アンクルおじさん、日本のチーズケーキがヨルダンでも食べれますと。よく食べてんの？いや、1回だけ食べました。ああ、どうだった？美味しかったと思います。ああ。食べてない、今。美味しかったんだと思います。なるほど。え、で、カツは何？日本料理とか食べてないの？ヨルダンで。なんか自分で作ったりとか、なんか買いに行ったりとか。作ってます。作ってます。あ、作ってんだ。はい、みりんとかあるんで。あるんだ、みりん。あの、チャイニーズスーパーがあるんですよ。チャイニーズマーケット。あ、そうなんだ。はい。あそこでみりんとか醤油とか、うん、味噌も買えるんですよ。味噌とか。え、それ日本製の？いや、チャイナの。え、味は？いや、味はちょっと濃いかなっていう感じ、味噌は。あ、そうなんだ。うん、全然美味しいですよ。あ、うん、え、どれぐらいで買えるの？値段的に。ちょっと高いぐらい？安い？全然覚えてないです。全然覚えてない。まあ、そこまで圧迫しないぐらいの、家計を圧迫しないぐらいの値段でもね。まあ、やっぱその普通のヨルダンの普通のスーパーよりは高いかな、高いなと思った気はするんで、高いかなっていう感じはするけど、でも普通にドカ買いできたんで、まあ、そんな圧迫するぐらいのお値段ではなかったはずです。じゃあ、まあヨルダン駐在になっても日本料理はまあ食べれるっちゃ食べるってことですね。作ろうと思ったら。日本人でそのチャイナスーパーに行ってない人はあんましいないと思います。あ、そうなんだ。みんな御用達なんだ。俺たちだと思いますね。ああ、ありがとうございます。で、次、あの、ヨルダンの交通手段、バスとか電車とか地下鉄とかあるんですか？あ、電車ないです。あ、なるほど。なので、はい、まあ、公共交通機関でいうとバスなんですけど、はいはいはい、バス安くって、はい、アンマン市内のバスだったら 0.25JD、はい、100の、まあ、50円くらいかしら。お、まあ、そのアンマン市内の中心部だったら、はい、回れるっていう感じですね。安いですね。安いですね。うん、で、そうですね、まあ、
20キロ離れたザルカっていう町があるんですけど、はいはいはい、そこまで100円くらいだったかな。バスを1回乗り継いで100円くらいでしたかね。で、他は、まあ、60キロくらい離れた町から来てるスタッフがいるんですよ。はいはい。まあ、その彼が、はい、まあ、バスと乗り合いタクシー、はい、まあ、タクシーなんですけど、はい、人が3人集まったら出発っていうタクシーがあるんですね。あ、はいはいはい、こういうのを乗り継いで、片道900円かな、うんうん、あ、そんなもんで行き来れるんだ、はい、60キロ離れてて900円。で、公共機関は多分安いと思います。あ、なるほど。皆さんあれですか、バスとかで結構回る感じですか、車とか自分で乗ったりとかするんですか。あ、車社会ですね。車で、はい。あ、そうなんだ。すごい渋滞してます。あ、なるほど、了解です。じゃあ、まあ、バスとか、まあ、ちょっと通ってるし、まあ、生活はまあしやすいかなって感じですか。そうですね、割と、はい。まあ、僕ただね、車持ってないんで、ほう、まあ、はい、車運転しちゃいけないことになってるんで。あ、はいはい、なんで、まあ、ただバス使うと時間かかるしなっていう感じで、割とタクシーで、うん、まあ、行っちゃったりしてます結構。ああ、そうだよね。了解しました。ありがとうございます。じゃ、ヨルダンの言葉について、ヨルダンって言ったらアラビア語のイメージやっぱあるんですけど、どんな感じですか、ヨルダンは。アラビア語ですね。おお。何、うん、ですかね、仕事をやってて、会社のスタッフの人とかは英語が喋れるんで、問題ないんですよ。はい、で、他団体さんと話すときも英語で問題がないんですよね。はい、まあ、他団体さんと、ってか、他団体さんと話すときは、むしろ他団体さんの人がヨーロッパから来てて、だから僕の英語は結構拙くって、それで僕が苦労するっていうところはあるんですけど。英語に関してはそんな感じで、うん、で、アラビア語は、うん、難しいです。難しい。その現地のスタッフとかと喋るときは英語ですか。そうですね、スタッフと喋るときは英語で、ボランティアさんが結構いるんですけど、ボランティアさんは英語喋れる人と喋れない人がいなくて、そのときはアラビア語で、片言のアラビア語喋ったりとかしてます。それは現地で勉強したの？それはなんか。現地で勉強しました。スクールとか行くの？ 1 ヶ月ぐらいスクール行ってました。おお。これその教科書なんですけど。あ、アラビックって書いてますね。分厚そうな教科書で。ちょっとコロナになっちゃって、そのスクール行かなくなっちゃったんですけど。あ、そっかそっかそっか。はい。まあ、1ヶ月だけちょろっと勉強して、まあ、こういう、これ、僕、単語帳を持ち歩いててですね。なんか世界地図みたいな単語帳ですね、これは。かっこいいでしょ、これ。かっこいい、それ。てか、オリジナルの単語帳なんですけど。そう、お手製じゃないですか、これ。すげえ。マッション、マッション書いてある。マーレン、マーレン、マーレン、マーレン。ああ。キーキーキー、ボックとかって言って。まあ、現地スタッフと話していく中で、この単語、英語で、この、単語アラビア語で何て言うのとかって言って聞いて、どんどんこの単語帳を増やしていくということをやってます。あ、そうやって単語をこう増やしていくんだ。増やしていってます。発音とかどうですか、難しいですか、発音。発音は難し、最初は難しいですね。日本語って全部母音があるじゃないですか、あいうえを書く傾向。はい、だから、はい、ただアラビア語はそのままそういうのじゃなくて、英語みたいな感じなんで、子音で終わるものなんで、はあはあ、なんで、まあ、難しい、日本人的に難しいし、まあ、あとは英語にない発音とかあるんですよ。はあ、そうだった。ヨタさん、マーレムって言ってましたけど、うんうん、まあ、マーレムって書いてあるんですけど、はいはいはい、書いてますね。あが、その、はい、あじゃなくて、うん、あ喉から出すような感じで、あマーレム。マンレムみたいな感じで難しかったり、ちょっとよくわかんない発音があって難しいです。よくわかんない。でも現地の人のなんかそのなんか舌とかの構造がないと難しい発音がいっぱいある、そうなんですよ。喉とか結構使って。ああ。
ひたすらモノマネに尽きると思います。あ、じゃああれか、カツがこう勉強するときは現地がどんな風に喋ってるかを真似ながら。そうです。僕結構モノマネして発音の勉強してます。モノマネ。あ、そのスタッフのモノマネ。スタッフのモノマネ。あ、じゃあで今リスナーさんもいいこと聞いたと思いますよ。そのモノマネしたら上手くなるってことですね。モノマネがおすすめです。わかりました。ありがとうございます。じゃあこれってヨルダンだけ、ヨルダン人の生活習慣。ああ。教えてください。生活習慣っていうと、はい、めちゃくちゃタバコ吸います。タバコ吸うの？タバコ吸うんですよ。おうおうおう、ヨルダンの喫煙率って世界一位って言われてるぐらいめちゃくちゃタバコを吸う国民で。はい。なんで、うん。まあ本当吸いますよ。朝、なんでなんか、でしょうね、多分煙の文化とかいうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。煙の文化と言いますと、それどういうことですか？もうイスラム教なんでお酒が飲めないんですよね。あ、はい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 、なのでその、まあ、日本人がこうお酒飲みながらこうワイワイやるの楽しいじゃないですか。それみたいな感じで水タバコ、シーシャ、はい、シーシャを置いてで、デロッデロに甘いお茶お茶を飲みながら語り合う、そう、チャイ、語り合うっていうのが、まあ、あるみたいで、でもそこから派生してるんじゃないかしら。とにかくタバコを吸う。え、例えばオフィスに10人人が、ヨルダン人がいたら何人ぐらい吸うんですか？多分もう8人ぐらいは吸うんじゃないか。マジで？僕のオフィス、僕のいるフロアに、ボランティアの男性が3人、スタッフの男性が1人いますけど、3人吸いますから。え、それオフィス中、仕事中に吸ってもいいの？オフィスの中で。オフィスの中ではうちは禁煙です。あ、ベランダ出て吸ってます。あ、なるほどね。頻度はどれくらいなんですか？頻度、もうなんかふと見たら吸ってるって感じです。じゃあ1時間にまあ結構な数吸いますね。なんか時間があったらすぐ吸いますよ。なんか時間があったら時間があったらタクシー待ってる時に吸うし吸うし。ああ、カツ君は吸うんですか？ここピーも入れるんで大丈夫ですよ。どうですか、タバコは、日本のタバコとヨルダンのタバコはどうですか？違います？値段はあんまし変わんないです。あ、結構高いんだ、はい、ヨルダンでも。はい、なんでヨルダン、タバコ高くて。ああ。でも安いやつもあって、安いやつは 1.3JD、200円弱。200円弱で安いやつは買えて。はいはい。まあ、でも、そんなまずいとかうまいとかはないです。ああ、うん。そこそこな感じ。そこそこな。はい。うん、まあ、普通に丸ポロとかありますし、はい、外界種のタバコも入ってるんですね。なるほど。まあ、世界一タバコを吸うヨルダンで駐在されてるカツクっていうことですね。やっぱり、はい、そうなるとごめんなさい、タバコをます。まあ、それがね、文化なんですよね、話すコミュニケーションの。結構タバコミュニケーションっていうのは日本より強いと思うんですよ。タバコミュニケーション。いや、会社とか行って、喫煙所で話す男性たち、はい、たくさんいるじゃないですか。いますね、日本でもいますよ、そういうの。はい。ああいう感じが、ヨルダンではもっと強いと思います。はい、あ、なるほど。なんか、オフィスでいると、ちょっと、まあ、仕事をしてるときに、こう、そんな、ね、仲良く話せないじゃないですか、仕事をしてるわけですし。そうですね。だから、ちょっとなんか、ふと、外に出てったのを見計らって、ちょっと自分も行って、こう、お話しするみたいな。おぉ。お仕事にも生かされてるんですね、マネジメントにも。そう。マネジメント、仕事の上での喫煙ですから、しょうがない。そうですね。なるほど、なるほど。まあ、そういうのもね、ちょっと現地にこう溶け込んでお仕事されてるということで、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。楽しみに。シャローシラジオサニーデーフライデー DJ の田村陽太でした。それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。
今日も気をつけていってらっしゃい。